皆様、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2015年、無事明けました。イエーイ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 、無事明けましたね。いやー、本当にね、みんな無事にこうやってね、揃って新年を迎えることができて本当に嬉しいなっていうふうに思います。ココアは全店舗、1月3日ですね、本日より通常の営業を再開しております。はい、はい、どうですか2015年は。そうですね、オフですね。オフとかね、ちょっとお話ししていきましょうか。はい、ね、行きますか。はい、行きますね。はい、行きます。続き、はい、まあ、僕はですね、今年は、楽しい1年にしていき、まあ、笑顔の多い年にしていきたいなと思います。やっぱり、やっぱりですね、自分が一番楽しむことが、大事かなっていうのは思っていて、やっぱりそれとプラスお客様と一緒に楽しめて、まあ、笑顔が出れば一番すごくいいのかなと思いますので、今年1年楽しんで笑顔いっぱいの年にしていきたいと思います。みちかさん。はい、私はまず大きな目標としてカメラマンになることです。はい、であと小目標というかプライベートに関しては、去年以上にアクティブに動いて、さらにいろんな出会いを大切にしていきたいと思ってます。結構いろんなところに行っていろんな人の話聞いていろんなこと吸収する、結構そういうのが好きなので、いろんなとこ行っていろんな人と出会いたいと思います。です。はい、さん。はい、僕はですね、毎年これは心がけていることなんですけれども、まあ、来年同じようにこう去年を振り返ったりとかした時に、あの時こうしてればよかったなとか、あの時こうしてたら違う結果になってたんじゃないかなっていうようなことをしないように、毎日をしっかり過ごしていきたいなっていうふうに感じます。やっぱりこう毎日の積み重ねが1年先を作ると思うし、1年先はまあ、おのずと結果が来るわけじゃなくて、毎日をどうするかで決まってくるところだと思うので、そういったところで毎日しっかりと考えながら、過ごしていきたいなというふうに思います。はい、今年も。はい、プライベートはちょっといっぱいあるんだけど、ちょっといいここで話しても、はい、やりたいことがたくさんあって、はい、まずは登山をしたいです。山登りしたい、うん、山登りしたいし、自転車やりたい。自転車、うん、マウンテンバイクは持ってるんだけど、ロードレース、こういうハンドルを、うん、こういう感じ本格的なやつ。そうギューシャーやってたいんだよね。だボルダリングをちょっと随分やってないじゃったので、そういうのもちょっと始めていきたいなっていうふうにすごく思ってます。いいですね。いいですね。やりたいですね。やりたいですね。どっちかっていうと結構体を動かしたいのかなと思いきや、英語も学びたいんですよ。英会話、英会話、語学を学んで海外行きたいなと思ってるので、いいですね。やりたいことがいっぱいあるんですよ。なんか部活みたいな感じになっちゃって、なんかね。そうですね。部活といえばね。あ、そう、はい、そうなんですよ。実はなんですけど、ね、はい、ここは筑波メンバーではラーメン部っていうのが、はい、密かに活動をしておりまして、ね、メンバー4、5人。そうですね、4、5人のメンバーがいて、の毎日のその日の気分で行くか行かないかも変わるし、本当に気まぐれだし。そうですね。だけど なぜか定期的にやってきて結構な頻度ですよね。2週間に1回は必ずありますね。お腹減ったっていうか
あのさ、今日ラーメン部じゃねみたいな。どこ行くみたいな。どこ行くみたいな。今日どこ行くみたいな。ラーメン食べたいです。このでもラーメン部は外れがないんですよね、お店。ラーメン部ない、ない。行くお店も外れがないので、毎回満足して。大満足です。はい、かけそば、焦がし味噌。まあね、近くにみぞれが。ありますもんね。うん、っていうか、つくばっていうね、このなんていうの、町がもう素晴らしいと思う。素晴らしい。3年ぐらいいるのかな、もうすぐで。うん、いい町ですよ。だって本当に俺、もうここ来て、ラーメン部発足するまで、あんまラーメンに興味なかった。ラーメンの味の違いも全然よく分からなかったし、味が違ってても、ちょっとあれで今ちょっとこいつおかしいなって思ったでしょ、きっと。おかしいなって思ったよ。醤油とか塩とか豚骨が分からないわけじゃないからね。そうですよね。さすがに分かる。味自体はちゃんと分かりますよね。A のお店の味噌ラーメン、B のお店の味噌ラーメン、C 社のカップラーメンの味噌ラーメン、大きな違いが僕はあまりよく分かんなかったわけですよ、ラーメンというものの。なんですけど、このラーメン部が定期的に開催されることにより、つくばのね、いろんなラーメン屋さんを巡るわけですよ。そこで、まあ、いろんな出会いがあって、今に至っているというわけで、本当になんかこう、ラーメンという同じじゃないんですけど、こう麺をすするという深さをしみじみ感じているところであります。誰よりも一番美味しく食べる。申し訳ないけど。がっついてますもんね。あ、だら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 。ちょっと辛いな、汗すぐ出ちゃうんですけど。うん、辛いよね。いや、次の日お尻ピリピリする。ありますね。それはありますね。ありますね。うん、それあります、ね。そう、すごい町だと。町だと。パンも美味しいし。パンも美味しい。もうね、出勤途中アンデルセンですね。買ってきたりしてね。いやいや、クロワッサン、うん、ね、食いっぱいありますもんね。あるこ、うん、あとはさ、ピザ部っていうのもさ、最近できそうじゃない、もしかしたらできるかもしれない、定期的に、はい、なんか今、あれですね、同好会みたいな、同好会、同好会みたいな感じで、部員何人か集めないと部にならない、そうですよね、固定化されてない感じがする、顧問の先生探してるって感じだね、今ね。でもまあ確かにこうなんかだんだんピザの感じになりつつある、うん、きっかけはもう俺が無性に食べたくって、うん、彼を誘ったところから始まったんで、いやもう本当に美味しくてもうぜひ食べてほしいって言ってもう超してたんだよね。アミチさんのところで、うん、2号店なのかな、うん、2号店ですね、あそこは窯がしっかりあって、うん、木でしっかり焼いてガスじゃないんで、あー美味しい ね、もうね、モッツァレラチーズがあるじゃないですか、それのチーズを水牛肉のモッツァレラがあるんだけど、それがもう半端なく、もう半端じゃなかった正直言ったらモッツァレラチーズと水牛モッツァレラチーズの差が何なのかっていうのは、いいチーズかそうじゃないかっていう差なのかなぐらいしか分かんないけど水牛モッツァレラチーズはなんか濃厚だし、なんかこう弾力が弾力性が相当ありましたね。なんかうわーみたいな、もうボーモンボーモンボーモンって、いや本当口では説明しにくいんですけどね、食べていただいて、そうですよね、でも本当に美味しかったチーズって感じですもんね、いや食べたいな。でもさ、あのさ、俺思うんだけどさ、どうしてもなんかこううちのメンバーってなんかこう食には早いっていうか、あ、ね、食になると行動が早くなるでしょ、自分の食べ物を守るのにいつも以上にこう誰かの手伸びたらこうなる、早いんだよね、普段のんびりしてるのに、普段のんびりしてる食に関するとそうそうすごい、そういう食だけじゃなくて、もっとなんか違うことにもちょっと目を向けていきたいなって僕はちょっと最近思ってて、運動と食って出てますかね、うん、ちょっとね、僕たちはこう感性を結構大事にして
部分が強くあるじゃないですか、写真を撮ったりデザインをしたり、うん、空間を作ったり、うん、なんかそういうところで、なんだろうな、こうみんなでこう美術部じゃないんだけど、うん、なんかそういう部分、感性を磨く部みたいなのをちょっとやりたいなと思って、みんなで映画に行くとか、美術館に行くとか、写真展に行くとか、なんかこう建物を見に行くとか、うん、一人で行ってもいいんだけど、それだとそれで、ね、自分が感想で終わっちゃうから、まあ、せっかくならこう、ね、こうお店とかみんなに持ち帰ってシェアし合って、なんかいい形ができたらいいな。やっぱ一人だとね、一人の意見でしかなくなっちゃうからさ、みんなで同じ作品を見てどう思ったかとか、なんか語れたらいいなっていうふうに、ピザ食べて最高そうじゃないですか、それは楽しそうだ、すごく、あ、君はそう思うんだ、僕はね、こう思うんだよっていうのはどう？あ、それもいいよね、それもいいけど、私はこう思ったんだよね、でもね、さらに言えばさ、でもさ、それだったらさ、そこがくっついてこうなるんじゃなかったのかな、でもさ、それだったらさ、こっちの関係も気になるよねとか、なんか、そういうなんかこう、一人じゃ気づかなかったことが広がりばいで、輪が広がるよ、痛いすごい今の、マシー、痛いのタイミングどうじゃったのすごいねそういうのも、ね、どんどんやっていきたいなっていうのに、いいですね、そう感じている次第でありますね、ぜひね、もうすぐぜひ、これはねやりたいですね、早速始めたいですね、もう見たい映画とかちょっと浮かんできてるから、これはやりましょう、早速、おーい、映画の映画と映画史にかけてたのか結構無理やり感じはあるんですけど、どっから出てきたんだろう、ちょっとすごい迷っちゃった見てまいりましたね、一瞬ね、あとは何だろう、部活、部活、旅、あ、旅、あ、旅行、旅行に行きたい、いいね、そういうのもいい、日帰りでもいいし、あ、行きたいところとかあるんですか、どっか、那須、那須いいね、あ、那須いいじゃない、栃木県ナス、ナスといえば、セブンイレブンはなんでナスは茶色い感じなんだろうね、聞いた話ですけど、景観に合わせるため、こっちの景観じゃないですよ、景色の、景色の景観、景色の景観、ロイさん、俺はあんたの言うことを聞く嬉しいな、そこやらないんですか、やらないんだやらないんだ、それそこまでだった、またなんかちょっと別の機会、あ、そうです、見たい方は撮っとかないといけないですもんね、見たい方は、ぜひまたね、違う機会にちょっと話取れちゃったけど、ナスナスですね、ナスといったら、まあね、おしゃれなカフェ、カフェ、ちょっとカフェさんだったりとか、あとは、なんだ、景色とか、景色とかすごく牧場とかもたくさんあるし、自然も素敵だし、チーズのバター、作りしてりパンで買って美味しいバターですねとか、あとは、なんだろう、バター、それバターだあとなんかキャンドルとか、そういう作る系もあるので、そういうのでこうね、それぞれの作品、美術部とも関連ありますね、なんか見て、そういう色使いだったとか、ぜひ行きたいですね、やりたいね、あとは東京とかね、東京いいですね、いろんな景色がありますからね、ビルがいっぱいあれば緑もあったり、ピザ屋もあるから美味しいピザ屋も、あ、本当ですか、ナスもピザ屋ありますよ、そこで行こう行こう、いいですね、ピザ屋は完全に発足ですね、ピザ部はもう、ピザ部も今発足されました、完全に発足、かっけ、膝、あ、膝か嘘でしょ嘘でしょ、分かったでしょ、絶対あとはナスは何があるんだろう、ナスは何かありますか、ナスはハイランド、ああ遊園地ですね、遊園地行きたいですね、みんなでわーってジェットコースターとか乗ったりしたいですね、お化け屋敷とか、ね、面白いですね、